八つでは、ウコギカヤツデ属の常緑低木。葉が大型で独特の形をしているのでよく目立ち、見分けやすい。和名八つでは、葉は、手のひら状に深い切れ込みがあることに由来し、葉は、実際には八つに切れ込んで9枚に裂けているものが多いが、八つでの蜂は数が多いという意味がある。八つでの別名は天狗の葉内輪である。学名のファッツヤは日本語の、蜂、または、 八つ手に由来し、これが点火したものだと言われている。八つ手の花言葉には、分別、親しみ、健康などがある。関東地方南部以西の本州、四国、九州、沖縄に分布する。主に団地の海岸近くの山林などに自生する。日陰に強く、日当たりの悪い森林の中にもよく自生しているのが見られる。常緑の低木で、 高さは2から5メートルほどになり、多くは株立ちする。茎は数本集まって出て、ほぼ単一に伸びる。20センチメートル以上もある大きな葉に長い傭兵をつけて個性、あるいは臨性する。葉は表面に艶があり、仮面はやや白っぽくて若い時には茶褐色の難毛があり、やや厚で。形は文字通り手の平状だが、 若葉の時は乱形をしていて、次に三列して、次第に数を増して七、九、十一の奇数に深く裂ける。八手での名のように、八列はしない。葉の先端は尖り、葉囲はわずかにギザギザがある。二年経つと柄ごと落葉し、葉とはくっきりした半月型でかなり目立つ。花期は晩秋で、茎の先に球状の三型花状がさらに集まって、 大きな円錐花状を作る。花は直径5ミリメートルほどの五弁慶で白く、両性花、または雄花と雌花があり、枝先の先に丸まってつく。雄しべは5本、雌しべも5本あり、花びらは小さくて反り返っており、花形を含めて紅白色でよく目立つ。他の花が少ない時期に咲くため、気温が高い日は、蜜チや花ブ、ハエなどの昆虫が多く訪れ、 蜜を供給して、樹勢を確実にしている。柿は、翌年の4から5月で、果実は、直径3ミリメートルほどの球状で、翌春に黒く熟す。花が終わると、それまでの主軸であった花形が倒れて、脇から新芽が出て成長し、やがて新しい主軸になっていく。これは、大きな花形を残しておくと、まっすぐに上に伸びることができないためである。 庭木としても利用される丈夫なので庭木としてもよく植えられる。個人は魔除けの意味で庭に植えていたとも言われている。葉を乾燥させたものは八角金板と呼ばれる木薬になり、巨炭などの薬として用いられる。しかし、葉などには八ポーニンという物質が含まれ、過剰摂取すると下痢や吐、溶血を起こす。また、葉を刻んで浴頭量として風呂に入れると、 リウマチに効果があるる。とされる昔は、氏用の殺虫剤として用いていたこともある。古い鉄道駅の一角に栽培されていることが多いが、これはかつて組み取り、便所の氏殺しにその葉を使っていたためである。やつでには、変種や栽培品種があり、葉に白い縁が入った福林やつで、葉縁が白い白布やつで、黄色い縁がある門やつで、波打った葉縁が、 特徴の縮み埋つで葉の裂片がねじれている矢車ヤつでなどがある。これらの変種は庭木として沈重され、原因は主にウイルスによるものだとされている。八つで属はウコギカの属の一つ。また、八つでと西洋キズタとの属間雑種、スタヤつで X、ファシェドラリー GE は観葉植物として栽培される。なお、外見的に似ているが、 縁の遠いものに紙やでテトラパナックスパパイライファー。よく似た葉をつける双本に草やつでエインズリーやウナフローラなど、やつでの名を持つものは他にも多い。ハリギリの別名も、天狗のハウチワと呼ばれている。ありがとうございます。